ちょっと待って、君に渡したいものがあるんだ。これは？ソーサラーリングといってね、君たちの旅の役に立つと思って持ってきたのさ。全力で来い。ラウンドエイト。ホウリュウガトツガトショー。成功。ラダダダン。ラウンドエイト。ヤンゴーハン。ヤンゴーハン。ガトツショー。ガトツヒエショー。これ。ヤンハヤガレージ。ジグザグダンス。始まりの力、手の内に我が集落がこじ開けろ。スプリームエレメント。部屋割りの都合で一人部屋になっちゃったけど、たまには一人で静かなのもいいかも。そうだ、いつもは邪魔されてできないから、今のうちに勉強でもしようかな。ベッドに入ったはいいけど、やっぱり夜は冷え込むな。ちょっと恥ずかしいけど、抱き合って寝たらあったかいかも。そうだね、お互いの体温で温め合って。千歳さん、どうして僕のベッドの中にいるの？ちょっとルーカ、一人で何騒いでんのよ。夜中に迷惑でしょ。エリア、ルーカ、あんた何やってんのよ。大変なことになってるみたいだね。ほっといて寝ましょうか。だね。見えた、そこだな。敵の本陣で単独行動とはいい度胸じゃねえか。好き勝手はさせないわよ。仕事の邪魔だ、消えろ。この胸にあるの新人層一旦でしょ。さあ、だという緊迫した雰囲気など全く気にさずに登場するこの俺さん。あの人、確か。いやいや、こんち、これまた楽しそうでげすな。こういう楽しそうな光景に嫉妬の念を覚えちゃうこの俺としては、全てをぶち壊したくなるわけでして。何こいつ、あんたの知り合い？ハスタ、貴様は今回の奇襲作戦メンツに入っていなかったはずだな。おっと、人様の工場を遮る礼儀知らずのバカ発見。罰としてプレッシャーっていい？脳内裁判で問答無用の残殺刑と判決を言